はい、こんにちは、バクです。レジェンド・オブ・ドラグーン続きをやっていきましょう。じゃあこの先ですね、ゼネバトスの、風魔球ですかね、ここは。風魔球が、あれ、壊されてる。やられたわ。魔力を失いかけてる。この月の探検が何よりの証拠よ。一体どうやってここまで来たんだ？殺菌を起こされてるんですね。ああ、いる。もはや我にとっては天空も道の一つ。ああ、飛んできたってこと。父さん、聞こえるか？破壊神の帯同がまるで新しい世界への賛美歌だ。世界の悲鳴にしか聞こえないわ。その悲鳴を上げてシエナは生まれ変わるのだ。もうお前を知らぬ神にな。うおぉ。あの女もそれを望んでいる。そんなはずはない。会えばわかる。だがシエナにはお前が破壊すべき対象物にしか見えぬだろうがな。ああ、待ってくれ。あれはジークじゃないわ。ならば何者なのですか。それを最後の風魔球のある都市で確かめてやれ。メイフィルで必ずな。あれ、メイフィルにはどうやって行くんだ。あ、転送装置で行けるのかな。あ、ずいぶんあっさりと思っちゃったな。あ、待って、ここエンカウントするんかい。敵出てくるのか。ちょっと回復アイテム補充していった方がいいかな。デスパージ、プロフェスタ、なんか新しいモンスターがまた出てきましたね。当たんねえ、うかつく。攻撃が当たんねえって、刺激的な攻撃、嘘。戦闘不能。マジうざったいな、本当に。なんか最近戦闘不能が多いんだよ、本当に。天使の祈り、買い足しておかないと全部使い切っちゃいましたね。なんだ、あの物騒なのは。大丈夫か、こいつも即死攻撃してくるんじゃないのか。すげえ痛いんだけど。ギロチン、まんまだわ。とりあえず先に片付けておきますね。ちょっと一回宿屋で回復しないと全体的にヒラメがかさんでるんだよな。ちなみにあれ、こいつなんで今までいなかったよね。戒厳令が緩和された。首都メイフィルへ移動するには法律改正が必要。法律改正。あ、有力人法、有力人法第410条。転送装置設定。首都メイフィルへの接続を断絶する。あ、それを解除しなきゃいけないんだ。ちょっと待って、一旦ね、メイフィルに行ってくれ。父さんが向かってるはずなんだ。メイフィルの空は魂が渦巻いている。私の生まれたばかりの翼では無理だろう。なんだって。ならどうやって行けばいいんだ。転送装置を使えば行けるはずだ。わかった。いや、とりあえずね、町に返してほしいんだ。どこに行きますか？ちょっと下手な場所に行くとディスクの交換が入ってしまうんで。いや、ツインキャッスルでいいんじゃないか。ツインキャッスルは入れましたもんね。いや、回復アイテムも補充したいんだけど。まあまあ、回復アイテムはあそこにあるか、ゼネバトスにあるか。帰る場所がね。とりあえず一泊して、回復して、この街で買い足す必要はないかな。天使の祈りぐらい買っといた方がいいかな。あ、あれ？やあ、ダート君たち。旅は順調ですか？君たちの旅の無事を心から祈ってますよ。望遠鏡見てるね。相変わらず天体望遠鏡にご就寝なのよ。よっぽど欲しいんですね。あれ、いくらで売ってるんですかね、あの天体望遠鏡。ヒールブリーズを3つにしておいて、天使の祈りも3つぐらい持っておきたいよね。どんぐらいか。天使の祈り3つ大丈夫かな？わかんないんだよな、今後の展開が。ヒールブリーズもう1個ぐらい買い足しておくか。よし、じゃあまたゼネバトスにね、帰ってきました。第何条でしたっけ？ 410 条ね。また同じ手続きをこなさなきゃいけないのかな。めんどくさいな、この街。ん？
なんて言った？今、改正って言ったよね。ああ。改正する法律は何条か。うん。410。入浴人法第410条。転送装置設定。使途名フィルへの接続を断絶する。の改正審議。うん、使途名フィルへの接続を断絶しない。法律生産許可証を発行する。また法律工場に行くのね。次の審議に入る。うん、お願いします。うん、ついでにここで買い物していきますか。ヒールフォグ。ヒールフォグもだいぶなくなってるな。5個あればいいかな、とりあえず。石化の清めはいらないでしょう。うん。これのことか。うん、了解した。法律発射許可証を発行する。法律発射所へ行け。順調だ。一度こなした作業だからね。すごい順調に進めてはいるけど、めちゃくちゃ手間なんだけど、これ。うん。法律発射許可証を提出しなさい。了解した。これで法律は施行される。作業が終了したのなら下がりなさい。うん、帰りましょう。これでじゃあ転送できるようになるのかな。何分かかったんだ。地味に時間かかるんだよな。移動距離もね、結構長いので。あ、なんか石が来てますね。戒厳令が緩和された。うん、現在法律が改正されたため、使途メイフィルへ移動可能。行けるっぽい。ああ、メイフィルへワープ。選べますね。メイフィルってどこにあるんですかね。待って、メイフィルで思い出したんだけどさ。あれ、なんだっけ、シャーリーがさ、忘れてた。あれ、シャーリーが来たのっていつだったっけ？大抵、天帝、天帝と会ったら、また再び帰ってきてって、そういえば言ってましたね。メイフィルに囚われたドラグーンの魂って言ってた。11000年の長きにわたり、未だ魂を冥界へ導き続けているとは。まさか、魔界と通じているのか？だが、今となってはそれも構わぬ。ソアの定めた計画は、すべてを飲み干すのだからな。冥界っていうのが実際に存在するんですかね。うん、もうすでにここにジークがいるらしい。どうなんだろう。どうせここでも不魔球を守ることはどうせできないんじゃないかな。ん？あ、そこから出てくるのか。うん、すごい、おどろおどろしい空気ですね。なぜあれはなんだ？魔航路みたいな。ここにはまだ、入浴人たちがいた頃、あの巨大な塔で世界中の魂を吸い寄せていたのよ。死後の行き先を、入浴人の手で決めるためにね。こんなこともできたの。でも、なぜ？ドラゴン戦役で破壊したはずだと言いたいのですね。アグリスも、ゼネバトスも動いとったんじゃ。そんな不思議があることもなかろうに。ここは完全に破壊したのよ。二度と魂を持て遊べないようにね。でもこれはまさか、死にきれない魂が集まってる。嫌な感じだな。でも何が起きていようと、月が空にあるうちは大丈夫。ウマキューはまだ無事よ。どうかな、急ごう。とにかく父さんより先にたどり着くんだ。すっかり後手に回ってますよね。アグリスは先に着いたと思ったのにさ。先に進んでいきましょう。ほんと魔航路みたいですね。ん？なんか出てきた。いや、仲間とは思えない。味方とは思えないよな。これ。え？緑河流フェルブランドの魂だわ。あのフェルブランドか。アルバートのドラゴンスピリットにこうして出てきたのね。死にきれなかった魂がここに集まってると言ってたな。ドラゴンもそうなのか。多分力で劣るはずの人間に負けたことが魂の重荷になっているのよ。もう一度殺してあげればその未練も断ち切ってあげられるでしょうけど、今は相手をしている暇はないな。
そうね、かわいそうだけど。ジークに追いつかなければ世界は終わるのだから。戦うこともできるんですかね。あとセーブポイントとかないかな。めっちゃこっち見てるよ。もう一旦スルーしていきますか。なんかセーブポイントが近くにあればいいんだけどさ。まあ入り口のすぐだから別に気にしなくてもいいか。一回戦ってみますか。あれ、上の宝箱取りたいんだけどいけないな。あれ？あれ？またいるよ。これもスルーしていっちゃっていいの？どんだけいるの？フェルブランド。あれ、違う場所に来てるよね。大丈夫だよね。先に進めている？あ、そうなってんのね。あ、なるほどね。こっちに来ていいのかな？大丈夫かな？なんか寄り道してしまってるかな。また新しいモンスターが出てきたな。あれ、足どうなってんだ？人魚、ストレートナイト、ハイパースケルトン。名前がさ、名前が安直すぎませんかね。あ、宝箱に繋がってたのか。アクティブリングを手に入れた。ま、待って、それさっきの場所もじゃあ宝箱取れたんだな。待って、アクティブリングってなんだっけ？今まで手に入れたことあったっけ？威力低下のステータス異常を防ぐ。ああ、それだけか。一種類だけを防ぐアクセサリーはちょっとね、もったいないですよね。アクセサリー枠を埋めるのが。うんだよね、ここからいけるんだ。うん、ポイズンガードね。で、こっちは何？あれ、また別の場所に飛ばされるんだ。どこだ？ああ、また宝箱ね。ペイントガード。あ、なんか状態異常を防ぐ系のアクセサリーがたくさん落ちてますね。じゃあこっち側も同じなのかな。うん、パニックガード。ですね。なんか一通り状態異常を防ぐアクセサリーが落ちてました。待って、どうしようかな。時間的にね。さっきのフェルブランドの魂戦ってみましょうか。念のためゼネバトスでセーブしてから来ますね。どうかな？戦えるのかな？うん、びっくり。戦う気にさせてしまったようね。やるしかないのか。時間がない。今すぐ未練を断ち切ってやる。今すぐ未練を断ち切ってやる。初めて遭遇したドラゴンですよね。フェルブランド。なんだろう、強くなってるのかな、やっぱり。あ、そのままの形なんだ。まあ、風属性でしょ？ドラゴンの魂だって。殴って大丈夫かな？ちょっと一旦敵の動きを確認した方がいいかな。安易にスペシャルを使わない方がいいんじゃないでしょうか。うん。スペシャル使えないしね、どっちにしても。失敗した。ダメージは普通に通りますね。ん？あ、ドラゴンの形になった。いや、強いな。あれ、攻撃するときだけ、気絶してる。攻撃するときだけ姿が戻るんだ。あ、ミスったな。あ、なんか最近のボス戦さ、カウンター入るのうざったいんだけど。で、ダートのこのムーンストライクはね、SP が30しかたまらないんですよね。なかなか SP マックスまでたまんないですね。待って、状態異常してきますね。状態異常、あ、毒になっちゃった。メルで一回回復しますか。ロゼも一向に起きないしさ。うん、二人とも状態異常が治りました。ロゼもドラグーンになってしまっていいかもしれないな。ドラグーンになれば状態異常が多分効かないと思うんだよね。いや、そんなことないのかな。どうなんだろう。うん、パーフェクトにはならなかったけど、568ならいいんじゃないか。普通に殴っていこう。 OK、 パーフェクト。メルのね、ドラグーンアディショナルはちょっとやりやすいんだよな。音が聞きやすい。どんぐらい？ 610。いいんじゃないかい。
ダートは、スピードアップを自分に使いますか。スピードアップを使って、少しでも SP を早く貯めていきたいな。あ、パワーダウンも使えばよかったな。投げてきたな。全然効かないや。そんなに強くないですね、このドラゴンは。ダートの攻撃も700とかダメージ通るんで。OK、パーフェクト。いいぞ。どんぐらい ?710。ダートが殴った方が強いな。なんでだろう。いちいち、もうその姿のままでいいから。常に。毒になったな。いや、まだ回復するのはもったいない気がするんだ。ほら、パーフェクト。いや、出せますね、ドラグンアディショナルパーフェクト。だいぶ慣れてきたんじゃないかな。うん、黄色くなってる。早かった、失敗した。OK。いいぞ。ドラグンアディショナルパーフェクト出せるのはちょっと嬉しいな。すんごい、全然出せなかったですからね、今までね。待って、ロゼはね、暗黒竜使っていけますか。なかなか使うタイミングないからさ。ロゼは別に MP を温存しておく必要ってあんまないですよね。で、この戦いが終わったらまたどっか宿屋に行かないと。MP 消耗した分はやっぱ回復しておいた方がいいよな。この暗黒竜は、闇に飲み込んだ後に闇を切り裂くっていうのがなんかすごいかっこいいですね。暗黒竜なのに。1644? めちゃくちゃ強いじゃないですか。あ、じゃあせっかくだから爽快竜も使ってみますか。赤くなってる。これも単体強攻撃。初めてですね、爽快竜使うの。どんな竜?ああ、よかった。前に戦ったあの竜かと思ったけど、違うドラゴンが出てきましたね。違うドラゴンだよね。あの前、リーナスと一緒にいたやつと違うドラゴンですよね。これ単体攻撃なの?全体攻撃でもいいんじゃないですかね。どうよ。キラキラしてるけど。2704? バカみたいに強いんだけど。簡単に勝てたフェルブランド。だってメルの爽快竜めちゃくちゃ強いじゃないですか。あ、経験値もらえるんだ。あ、レベル上げられますね。多分戦うのは強制じゃないんだろうけど、倒しておいた方が経験値がもらえるんだ。これでフェルブランドの魂は救われたのか?多分そう。よし、先へ急ごう。うん。といったところで、ちょっと今回はこの辺で終わりにしましょうか。まあちょっと録画会でね、また回復して、うん、再び次回ね、メンフィルの探索を進めていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ではまた。